フランツ・ロゴフスキは、ドイツの俳優。フライブルク・イム・ブライスが生まれ、小児階と助産師の息子として、中便元近郊の比較的裕福な家庭に育つ。母方の祖父は、ドイツ産業連盟会長のミハエル・ロゴフスキ。ダンスを学んだものの、卒業後はメッセンジャーになることを望んでいた。2007年より、ハンブルクタリア劇場やシャウシュピールハウスハノーファー。 シャウビューネアム・レニナー・プラッツなどの劇場で活動を、始め、ダンサー及び、振付師、俳優として、頭角を表す。ロゴフスキは、出生時更新口外列があり、手術により治療したものの、その影響で、発音時に、ごく軽度の特徴を持つ。映画監督、ヤコブラスに見出され、2011年の、 フロンタルワットと2013年のラブステークスに主演俳優として起用される。2015年にはベルリン国際映画祭のコンペティション作品ビクトリアに出演した。演劇の教育や訓練を全く受けたことがない独学の役者でありながらミュンヘン・カンバーシュピーレのアンサンブルメンバーとなる。2017年には 第70回カンヌ国際映画祭で初演されたミハイル・ハネケの長編映画ハッピーエンドでイザベル・ユッペールの息子役を演じた。2018年にはルクス、クリーガー・デリヒッツ、希望の明かり、未来を乗り換えた男でそれぞれ主役を演じた。後者2本は第68回ベルリン国際映画祭のコンペティション部門にノミネートされた。これらの活躍が評価されロゴフスキは 同映画祭のシューティングスター賞を受賞する。同年、希望の明かりでの演技に対しドイツ映画賞で主演団優勝を受賞。ありがとうございます。